School of Rock。 そうも船を漕いだ行け、お前のただ漕いだ行け、お前が消えた喜ぶものにお前のオールを任せるな。みんな見えるか、ただいまここ東京は半蔵門の夜空の上を空船に乗って歌ってくれているぞ。やったー。改めて東京ヘムから全国38局へ向けて授業中、スクロブロック。明日木曜日の生放送教室には我が校のパン買ってこいでおなじみ TOKIO 永瀬智也先生が3度目の来校。小園遠山です。ロックのスペルは LOCK、 兄貴待ってますよ。京都の味田です。もちろんね、永瀬兄貴、今回もいろんな種類のパン用意しておきますんで元だと言えば多分1回目かな、第1回目焼きそばパン買ってこいってこう命令されたのを機に、はい、毎度たくさんのパンを用意させてもらっていて、我々頑張りましたね。前回の生放送授業の終了後にはもうね、トースターがないって怒られたんで、はい、永瀬兄貴トースターがねえじゃねえかこの野郎とにかく分かったな。いや、大至急職員が用意して頑張った、うん、そしたら本当にトースター用意してったら、ね、もう本当に持ってきたちょっと引いてる俺っていうところで終わってるから、まさかの引かれるという。明日はその続き。ちなみに今日ね、東京 FM、はい、東京の生徒を聞くことできる、はい、夕方5時から7時の2時間の、はいはい、スカイロケットカンパニー、うん、という番組、我が校の初代教頭先生八代本部長がやられている番組にゲストで出られていて、はい、てあの我が校のすっちゃんが、はい、番組終わりかな多分、はい、ここマザーシップ東京 FM でなんか見かけたらしくて、あ、そうなんですね。スカイロケ出るとね、はい、お土産を皆さんゲストの方もらうことができて、はい、ほうほうほう、そ の, あのお土産を片手にニコニコしながら帰ってったらしいよ永瀬先生は。可愛らしい人だよ本当に。前回もパン持って帰ってくれましたから、ね、ちゃんと持って帰ってくるんだよな。優しい方なんだよ兄貴。お待ちしております。しかしですね、永瀬先生 100% 出し切らないとブチ切れるタイプでございますから。そうなの。今日も出し切っていかないとダメということですよ我々も。今日も食パンがねえじゃねえか。こうなるんだから、こうなっちゃうんだから、今日もだし今年もだからね、全部出し切らないといけないってことでしょ。はい、あともう1ヶ月ちょいで今年2016年も終わるということだよな。入った。今日はなもうわし前から言っとるやん。それは入ってんのか分かんないけど入った。マジでもうパチパチパンチやん、うん、もうなあ吉本新喜劇ごめん臭いやん。いや出た、ごめん臭い、オールスター、あー臭い、これまた臭い。みんな転べ、その度に転べ、みんなチャーリー浜師匠やんこれギャグやん。すぐ調べろみんな。今夜の授業は残り1ヶ月、やり残し許しまへんで。まだやり残してることあるわけじゃんみんな。そうだぞ。とりあえず1年振り返ってみて、うん、これ1ヶ月まだやることやってない、挑戦したいことまだありますとか、はい、この1ヶ月でどう変わりたいんです、そういうの、うん、もう言ってもらう。今日やっていきましょう。これはやっていかないとダメだよこれ、うん、まあ、たくさんいるんだから。まだまだ。もしもし、もしもし、校長の富山です。京都の下です。千葉県15歳レッツゴーアソパソマソです。おい、レッツゴーアソパソマソ、レッツゴーアソパソマソ。とりあえずアソパソマソは、はい、この2016年あと1ヶ月で終わるけども、うん、はい、とりあえずここまではどんな1年だった、うん、いやー楽しかった。全然そんな感じないけどね気持ち全然ついてきてねえじゃん。微塵もないけどね。ね、ため息つきながら言うなよじゃあそれはあれがやっぱやり残したことがあるからっていうことでいいの。はい。何やり残した。うん、1年終わるまでに、うん、腹筋1万回やるっていうことはできます、はい、これはどでかい目標を立て、なんでこの腹筋1万回って目標立てたの。僕3年生で、うん、部活最後で、うん、やっぱいい結果残したくて。何部だったんだっけ。陸上部です。陸上部で、はい、おい、はい、おでいい結果残したくて、おで、うん、まあ1年間で1万回やろうっていう目標を1月に立てて、おう、うん、でも2月までで、え、早いな、終わっちゃって。え、2月で終了してる。はい、一月ちょいはじゃあやったんだ。はい。何回ぐらい行ったのそれ。まあ1日20回ぐらい20回。陸上部で20回足らなくねえか、うん、むしろ少ないよ。いけるだろう全然。まあいいや、でもそれでもまあ2月ぐらいまでやったのか。はい、合計何回ぐらいなのさ、うん、まあ1000回ぐらいやります。9000回足りてねえいや1ヶ月どうすんのこれ。1ヶ月で9000回、もう1日300回 やります。やるんだな。え、やるっつった今、はい、言ったと今な、はい、
ほらヘラヘラしながら言ってるの。ダメなの絶対。絶対やんないよこの感じ。1日何300回ペースで行けば、そうかサザンが9で、そうそうそう、なんなら30日ぐらいに行けるじゃん。そうね。はい。何もう決めたのこれは。はい。ちょっと迷いあるけど。もう一回聞くぞ。遊ばせます。お前は1日300回こっから1ヶ月、そして合計今年1万回到達するんですか。はい、します。オッケー。よしやろう。はい、行く。もう行こう。お、もう今、え、今今からやって、今日の分やっとかないか、今日やった、今日終わっちゃうよ。いや、やってないです。ほらやってない、いやいや今日ゼロだもん。いきなりやってねえじゃねえかよ、そんな。やっとこうマジで。はい、腰気ぃつけろよ。はい、よし体勢取ろう。あ、まさに今やね。はい、一回こう、そう、でもそう、そうだよな、もうすぐ終わっちゃうんだから。あの足浮かすとかあれだからな、ズルだからなお前。はい、今どういう、どういう体勢今、うん、今もう、うん、もう腹筋する体勢です。足ちょっと膝曲げて立てて。はい、はい、よし、じゃあやろう。お前のペースでいいから。やってみよう、はい、とりあえずやってみよう。あ、じゃあスピーカーとかにしてもらおうかな、その方が声拾える。あ、確かに、ね、スピーカーできる。あ、できました、うん、あ、オッケー。じゃあいいよ自分のタイミング、はい、うん、はい、うん、3。え、何、3ね。あ、3、急に3だけ言ってくれたの。5。あ、5。不思議なタイミングで言う。奇数だけ言うの。あ、6言う。何だよ。いいペースじゃん。おう、いけそう。心細いか、急だったら、まあ、ちょっと孤独な戦いですね。聞こえてない、聞こえてないな。 OK、 分かった。よし、応援隊必要でしょ。応援隊、これは過酷だもん、まあ、確かにしんどい。ちょっと応援隊、もしもし、もしもし、はい、名前教えて。もしもし、千葉県14歳、なにわ豚骨ラーメンです。なにわ豚骨ラーメン。あれ、遊ばせます。はい、今まだ腹筋続けてる。はい、今のラジオネーム聞こえた。聞こえました。知ってる。知ってます。あれ、なんだこれ。何が豚骨ラーメンは遊ばせますの、どういう関係。同じクラスです。うん、今日多いんだよね。何、やべ、スクローブロック攻めってことになっちゃうよこれ。これだからその遊ばせます応援隊ってことで、これいいよね、豚骨ラーメンね。あ、もう全然 OK です。これさ、腹筋の目標は知ってた、豚骨ラーメンは。いや、もう多分全然、うん、非公開だったと。非公開。そんな大げさなもんじゃねえんだけどね。まあ、だ水面下で動いてたからだ、これはね。ちょっとじゃあ豚骨ラーメンからさ、うん、遊ばせます今何回。今35回。いってるね、結構ね。いいよ、いいスピ、10分の1いってるから。嘘ついてないよな、大丈夫だな、そこはな。大丈夫です、うん、じゃあ豚骨ラーメン、はい、ちょっと応援、ちょっと気合い入れてやってくんな、遊ばせますに。任せてください。よし、じゃあ大丈夫、豚骨ラーメン準備。あ、全然大丈夫です。よし、じゃあ、そばそばそに向けて、応援行け。お前、もう、100回やれよ。違うんだよな、今日300回って予定だったんだけど。減っちゃったんだよ。お前、もう、もう、あ、もう100回ってこと。400回ってこと。あ、はい。400回ってこと。いや、その電話中に100回ぐらいはできるかな。なるほど、そういうことね。オッケーオッケー。どうだ、そばそばそ。できます。よし、お、今何回。今何回目。今64回。いいね、このペースで。じゃあ、いいぞいいぞ、いけいけ、体だけ引きつけろよ。頑張れ、はい、ガンガンリピートしていこう。そうですね、10回をリピートしたら20回になり、まあ、そうだ、20回リピートしたら40回になるわけだから。今もやってる最中の応援も届けてもらってる状態ですからね。これやるしかないですよ。もう割れんじゃない、シックスパックいけんじゃない。あ、まあ確かに、一気にいったらすごいことになるよ。もしもし、もしもし、あれ、俺遊ばせますわ。もしもし、今何回。今112回いってるね、これね。すごいね、いったれ。じゃあ改めて豚骨ラーメン、はい、もう一回遊ばせます、応援しとこう。そうだな、はい。え、あ、いいよ、いけ。あと50回頑張りましょう。優しいんだよ、すごいね。したてだ、優しいコーチ。引き続き頑張るとしたら、じゃあね。はい、バイバイ。バイバイ。やりよるね。いやいや、すごいね。いいね、抜き打ちで言ったったけど、これいいね、これね、うんうんうん。じゃあ次のやつはまだいけないか、これはね。まあとにかくだから、まだ今年ね、はい、もうだからあと20分弱で12月に入ってしまうわけで、はい、そうなんですよ。なかなかな、だからいろいろあるかもしんないけれども、うん、とりあえずこれな、いけるもんであるんであればね、まあ、どうせ多分ね、いい気持ちよく迎えるんだから。これいけない理由なんて大した理由じゃなかったりしますからね、うん、自分の中のちょっと甘えだったりするものが多いから、うん、思い切って今のタイミングでやるつもりはいいと思うんですよ。
神奈川県14歳女の子ラジオネームユリップ。ユリップなんでスクールオブロックの生徒同じクラスいすぎじゃない？なんかだから今日はずっと10時台もそうだし、はい、ね、こういう日あるっすね。全然だって聞いてくれてんだから、うん、見ないだからさ4人組になってスクールフォースとかも応募してきたらいいんだよみんな。確かにそうだね、意外と周りにいたりすんだよ。マジ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 校長の富山です。京都の下です。愛媛県16歳妖怪あごくいです。怖え出た妖怪あごくい。懐かしい。これ今16歳ってことは高校何年？高1です。高1、うん、早速じゃあ聞こうかな。妖怪ごっくいもやり残したことがあんだね今年ね。はい。それは一体なんだ？部活に戻るかもやってます。部活に戻るかってことは、おう、やめている状態今は？あ、やめて、あの違う部活に入ってます。何部？え、高校の話それは？あ、高校です。何部だったの、うん、高校入って？高校は野球部だったんですけど。野球部やめて今は何部やってんの？今ボランティア部です。ボランティア部にはいつ変わった部活は？7月です。夏にだからもやめ、なんでやめてしまった野球部は？ちょっと監督とちょっと、うんうん、まあ監督がなんかちょっと理不尽でちょっと思うみたいな、うんうん、それは何、その部員みんなに対して理不尽だったわけ？あ、そうです。でそれがちょっとこう妖怪極意的には耐えられなくなってしまった？そうですね、なんか自分がちょっと甘えてしまったって。ああ、まあ自分の弱いところも感じつつも、まあいざこざがあってやめてしまったけれどもってことだよねこれね。はい。戻りたい？チームメイトも、うんうん、なんかみんないいやつばっかりだし、でもなんかやっぱ自分がちょっと意地が弱かったんで、その時は。うん。まあ、後悔するのも分かっとんで。うん。まあ、戻りたいんですけど。うん。まあ、監督、辞めるときになんか監督がもう、戻れんぞ、みたいなことを言われたんで。うん。まあ、監督の今後の、ちょっと、はい、もし戻った時の、関わり方とかを考えたら、ちょっと今はいけんかな、みたいな。そう思い始めてからがどれぐらい経ってんの？もう1ヶ月ぐらい。結構じゃあ辛い毎日だね。はい。まあ監督にも見えな切って出てきた分戻りづらいっていうのもあるしってことか。はい。ああ、なるほどね。これさ、でもね、まあメンバーみんなもさ、メンバーみんな知ってんのこの気持ちは、あご食いの？まあ言ってるけど、まあ結構前から言ってるんで、もうさすがにないんじゃないかなみたいな感じで思われてる。でもさ、これってさ、あご食い本当に思ってることでしょこれって？はい。本気で戻りたいなって思ってるでしょ？うん、はい。だよな。これさ、そのなんかね、まあ、あの時とそのまた違うことをしようとしてるわけじゃん。やめようとしてんのと戻ろうとしてんの。はい。でそこになんかさ、結構さ、ダセーなとかやっぱ思っちゃうよ。そう、一回出ちゃった手前ね。ああ、うん、だけどやっぱ俺はそのなんつうの、その都度その都度さ、やっぱ気持ちって変わるものだと思うし、はい、で変わっていいと思うし、変わらないと嘘だと思うし、でそのコロコロいろんなものが変わるのよくないけど、ちゃんとなんかその心底の部分で変わらないものを持っている人は俺はどんどん変わるべきだと思っていて、そこさえ多分ブレなきゃいいんだよ逆に何しても。で、あご食いは多分野球は好きっていう気持ちはずっと一緒でしょこれ？はい、好きです。夏辞めた時だって今だってそうでしょ？はい、そうです。うん、その気持ちをちゃんと持っていれば、まず戻るってことがダメってことは一切ないし、はい、で監督もまあいろいろこうお前が悩んでることも知ってただろうしさ、はい、何よりやっぱ好きなやつとやっぱ一緒に野球やりたいのが野球選手だと思うし、はい、そこはなんかもうプライドとかは一回ね、もう全部もう預けて監督チームメイトに、じゃないとだってこのまま1ヶ月でも辛かったろ今。なんかもう生きとる心地がしてなかった。こっからあと1年半とかさ、耐えられるこの気持ち？いや無理です。だろ？だったら一発勇気出して
本当の数秒よ、その勇気使うの。はい。時間にしたら多分もう10秒ぐらいじゃない？はい。ただその時間に最大限の勇気使って、ちゃんとお前は戻るべきだね、これは。はい。うん。今年中ともう言わずもう、もう明日にとかでも早ければ早い方がいいだろ、これ。はい。だいぶ練習とかももうな、正直差もついちゃってるわけだし、他のチームメイトからしたらさ。うん。はい。うん。自分の中でも答え出てるよな、もう正直。はい。で、俺はいいと思うよ。うん。で、本当にその監督が理不尽なことって言うとかって本当にあるんだったら、なんか、それはちゃんと伝えてもいいと思うしね。うん。なんか僕はこう思ってますって思いをちゃんと言うとかね、もし向き合うんだったらね、そこを。はい。うん、それも含めてもう一度言ってみたら。ありがとうございます。ボランティア部と掛け持ちとかは無理なのか、野球部は。いや、ちょっと厳しいですね。じゃあちゃんとそれはボランティア部の顧問なり、みんなにもちゃんとそれもちゃんと筋通して、うん、言った方がいいよ。こういう気持ちを持っていて、どうしても戻りたいってことは。はい。うん。どうだ、アゴクイ。なんか、このお話させていただいて、決心がつきました。オッケー。よし。その言葉を待っていたよ、俺は。何にも遅いことないからね。はい。じゃあ、また、グローブはめて、なあ、土まみれになって、はい、なあ、優しいチームメイトと、ちょっと理不尽で怖いけど、その監督にまた、いろいろ言われながらも、まみれてこい、野球に。はい。行ってらっしゃい、悟空。はい、行ってきます。よし、じゃあね。バイバイ。はい。さあ、校長先生、そろそろ授業も終わりに近づいておりまして、はい、今晩お願いしたいと思っております。さあ、あと、もう10分ぐらいで12月になってしまうけれども、みんなやり残したことちょっとでもあったら、もう今すぐできるものがあるならやってしまおう。さあ、黒板読ませていただきます。はい。今やるのが始まりの最適だと思うね。タイミングを逸してしまったとか逃してしまったとか思ってるやついるかもしんないけど、まあ今だよ多分。うん。お前のそのベストなタイミングは多分、例えば夏にできなかったってやつは、まあ自分の流れとか、そういう周りのものとかとのこの波長が多分合わなかったから、やらなかったっていう考えでいいんじゃない？もっと楽に考えて。だからまだあと1ヶ月あるから、思い立った時よ。言葉よくあるけど。なので、今やりたいと思ったその時が、スタートの時だぞ！残り1ヶ月ということで、私もですね、やっぱりこの1ヶ月で1個決めました。なんか来るぞ。何？ワンピースを読む。それだね。これしかないですね。今までやっぱ知ったかでしか喋ってなかった。そうですね。いや、違う、これ違う。トシちゃんワンピースの主題歌じゃないんです。これね、必ずしも合ってるわけじゃないんだよ、これ。違う違う。トシちゃんに海賊王の要素一切ないから。2日連続これで終わったらまずい。今後出てくんのかな、ワンピース90巻ぐらいとかで。トシちゃん、そんな予言してんの俺。スクールオブロックは明日の10時並び開講。キリッツ、あれだって。さらに永瀬智也先生明日来校してくれるぞ。レイ、また明日。